はい、どうも、まことです。はい、本日は、写真撮影をしていきます。で、今いる場所が静岡駅になります。はい、この後ろ側が静岡駅になります。ということで、今日はここの静岡駅からスタートして、まあこの周辺でポートレート撮影をしていきます。で、使うレンズが、はい、こちら F4 の 2405mm の G レンズ、こちらを使って写真撮っていきたいと思います。で、今日は、すごく暑いので時間を決めてやっていきます。まあ30分ぐらい撮影をして今日は終わりたいと思います。はい、それでは撮影に行ってきます。はい、今ねアクションカメラの方で撮影をしてます。それではスタートします。じゃあとりあえずこの辺で1枚撮ってみます。はい、とりあえず今、休憩で青葉公園にいます。で、まあもうちょっとしたらまたこの辺で撮影を再開したいと思います。はい、こんな感じです。はい、それでは行ってきます。
はい、ということで今、撮影を終了して、最初の位置に戻ってきました。はい、とりあえずね、今日は暑かったので、まあ40分ぐらいで撮影を終了しました。はい、でまあ写真を何枚か撮ってきたので、まずは、見てください。それではどうぞ。はい、ということで、まあこんな感じで撮ってみました。さてどうでしょう。まあまあ綺麗に撮れてる方だと思います。はい、ということで、まあ今日は暑いのでこの辺で終わりたいと思います。まあまた違う場所で写真を撮っていけたらいいかなと思ってます。はい、では今日は、静岡駅の周辺で写真を撮ってみたという動画になります。はい、それでは今回の動画良かったと思ってくれた方、高評価の方よろしくお願いします。あとチャンネル登録の方もよろしくお願いします。それでは次回の動画でお会いしましょう。それではさよなら、バイバイ。